今回もハッピーホイールやっていくよ、トレイムです。だんだん暑くなってきましたね、トマリサです。今回はまともに喋れるという安心感、ヨウムです。今度こそ、今度こそ、頑張れレイム。やっとクリアできたよ。さて今回はこのコースからやっていくよ。一体どんなコースなんだにょん。とりあえず電車に乗っていけばいいんじゃないのか。進みづらいわね。いや、ホッピングってそうやって使うものじゃないからな。というかこの列車は一体どこに向かっているのかにょんね。北海道とかじゃない？なわけあるか。お、トンネルが見えてきたにょんよ。さっきから気になっているんだけどこのカンカンって音なんなんだぜ。トンネルの中では聞こえなかったから差し詰め鳥か何かの鳴き声じゃない？霊夢、さすがにそれは無理があるにょん。トンネルを抜けた先にはなんと、なんと、一体何があるにょん。素敵な素敵な。素敵な素敵な。素敵な素敵な何なんだにょん。ギロチンがあるのしかかった。この風で妨害にぶつかったにょんね。事故が起こる直前まで戻ってきたんだぜ。一体、事故の原因は何なんだにょんね。さあ前の方に行って真相を究明するわよ。レールの先にあったのは壁でしたとさ。事故が起こることが確定していた列車だったよね。というわけでゴール。夏が近いということで怖い雰囲気の BGM をチョイスしたよ。あれ、この BGM どこかで聞いたことがあるような。バイクが故障したホラーゲームね。そうそうあの白い顔が追っかけてくるやつ。え、なに、そんなホラーゲームあるの？レイム今度一緒にやろうね。え、あ、うん、レイムのやつ相当怖がりだけど大丈夫なのか。大丈夫だにょん、レイムだし。え、なんか今回私の扱いひどくない？こないだのお返しだにょん。というかコースの実況しなくていいのか。大砲から発射されたにょん。飛んでいるわね。壁にぶつかったにょん。落ちていくわね。ぴょんぴょんしているにょん。床が消えたわね。落ちていくにょん。あのお前らそろそろいいか。なに、マリサ、雑。え、実況が雑なんだよお前ら。そのまんますぎない。言っていることそのまんますぎない。嫌だな実況だし。怒っていることはそのまんま伝えるのも実況者のつかめだにょん。というわけでゴール。ご視聴ありがとうございました。え、終わりなの。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録は、していただけましたか？もしまだしていないのであれば、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価や、コメントもあると嬉しいです。私の上にあるボタンを押すと、違う動画に行くことができます。それでは、他の動画にてまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。